キチャンネルジョップレイ級総チェック、はい、のお時間でございます。金曜日ということで火水木のこの3日間のね、プロ野球総チェックやっていきたいと思います。今回はですね、木曜日にね2試合しかなかったんで、2連戦のところがね、多いですけども、その中でねしっかり総チェックねしていきましょうね。まずはパ・リーグからね、楽天対オリックス、11日0対6でオリックス、12日2対7でオリックスの2連勝っていう形でね、もう完璧な2連勝っていう形になりましたね。で、11日はね、0対6でオリックスというところで、オリックスはね、先発、山下俊平太、5回93球、2安打10三振、2四球、1デッドボール、無失点と、プロ初勝利、ゲッツ、ナイスピッチ。ね。その中で、ストレートは抜群に切れてるし、フォークは、そのストレートと同じ軌道、同じ振りで落とすし、で、その中で、カーブのポーンと受けて、トーンと切れ味するとこ落ちてくる、制球も素晴らしく、5回で10三振。もう、すごいです。もう、楽天としては、打つ手なしです。はい。その中でね、やっぱ存在感示したのは、本人ね、山下選手も本人言ってましたけども、やっぱね、このキャッチャーの、若月、ね、ここまでね、森が FA 加入して、出番はね、少なかったけども、ここからね、徐々にちょっとね、若月の存在感が、ちょっとね、示されてるかなっていうところでね、この試合もね、存在感、好リードというところで4打数2安打、打撃でも貢献というところは、非常に、これは裏 MVP だね、若月がね。その中でね、2回ね、オリックス、ね、若月センター前、ね、若月からヒットで、で、茶谷セカンドフライでアウトになるけども、ね、ここで2番ゴンザレスが、ライトスタンドへ完璧なホームラン。そして、6回、またもゴンザレスが2本目のライトスタンドへ完璧なホームランという、楽天先発ね、則本、ね、5回3分の1、92球、5安打6三振、2四球3失点と、ゴンザレス1人にやられたのよ。これ、別に内容としては俺は悪くなかったと思うの、ピッチング。ただ、ゴンザレス1人にやられた。で、そして、8回にはね、ダメ押しとなる、ね、ワンアウトからゴンザレスライト前ヒットで、森がライト前ヒットで、ここでね森がアウトになるけども中川レフトへタイムリーで、杉本のツーランホームランでダメ押しの3点というね、これでジエンドっていうね、楽天は、チーム全体で3安打、もう打つ手なしだし、ちょっとね勝てる要素っていうのも正直なかったかな。則本踏ん張ったけどね、ゴンザレス1人にやられたっていうところと、これはね、正直もう仕方ないっていうね、則本は攻められないっていうね、敗戦でしたね。で、続いて、12日2対7で、オリックスっていうところでね、オリックス先発立場、6回3分の1、100球、5安打4三振、1四球1点と、フォームのバランスが非常によくね、ゆったりとしたフォームで腕をしっかり振るっていうね、無知のように。これができるときはね、ほんと田島もね、素晴らしいバランスでいいピッチングするときね。で、その中でね、投球は安定してくるしね。で、リリーフ、宇田川ね、平野、バタついたけどもね、大量得点で逃げ切りっていうところでは、このね、前半6回3分の1をね、田島がしっかり投げ切ったっていうところもあるしね、この7回裏ね、ワンアウトから、住谷ね、ヒット、辰巳ヒット、で代打、田島のところからね、宇田が出ていって、ここでね、フォアボール、満塁にしてから、山崎押し出しってね、こう1失点するけども、この状況で4対1になるけどもね、その後ね、小深田ショートフライ、島内、カルブリの三振で、ここ1点で抑えたっていうところがね、よく宇田川も踏ん張ったなっていうところはあるし、楽天的にはね、ここでね、もうちょっと2点、3点、追加点いってればね、ひょっとしたらどうなってるか分かんなかったっていうところでね、楽天はね、先発早川、5回100球、8安打5三振、1四球4失点、自責3っていうところでね、初回のね、もうすべてはね、2本のホームランが痛かったかなと。前日ね、この6対0で完封で負けているっていうね、この立ち上がりうまくね、チームとしても行きたいっていうところでね、初回ね、先頭者のフォアボール、そして太田をね、バックスクリーン右にね、ホームラン、ツーランホームラン、で森、中川を打ち取って粘るんだけども、杉本にね同じようにバックスクリーン右にね、ホームランで3失点、これ痛かったね。太田のはね、正直入ると思わなかったね。上がりすぎかなっていうところもあって、結構ね風がホームからセンター側に吹いてて、その風にね乗って伸びたっていうところもあるけどね、このホームラン2本っていうのは、早川にとっても楽天にとっても非常に痛かったなと。で、その中でね、この4回に、ワンアウトから野口がね、内野安打。で、この若月の、レフトへツーベースなんだけども、サード伊藤、まずライナー取れるっしょ、あれ。で、それをライナー弾いたってね、で、レフト線上転がっていって、小深田がね、取って、この一塁ランナー野口がね、三塁来たところ投げるんだけども、これまたね、伊藤が取れないで、で野口に当たって三塁側のベンチのファウルゾーン転がっていって、で野口がホームインっていうね、で若月打った若月も3度まで来るっていう、まあ、記録上ね小深田の送球エラーになってるけれども、実質この2つのミスだからね、サード伊藤ね、これの1点はね非常にね両チームにとってもさらに追い打ちをかけるようなね、まあ、1点だったかなとね。でその後ね、オリックスはね7回1失点で踏ん張って8回表にね先頭中川ねフォアボールで、杉本ライト前ヒットで宗がね送りバンドを決めて頓宮デッドボールっていうね頭でもねその後もできてねよかったね、大事にならなくてね。で代打ね大城がセンターへのタイムリーヒットで、その後にねまた茶野がねライトでタイムリーヒットで3点でねもうダメ押しっていう、このね8回の大城のねなんかもう測ったようなもうノックかっていうような測ったようなねこのゆっくり振って乗せてヒットね、うまさすごいねあるんだね。俺はもう到底できない、ああいうのはちょっとしっかり振っちゃうからね。であれで結局7対2、13安打7得点っていうね。でまあ最終回ね楽天は1点ね山崎のセカンド内野安打タイムリーでね1点取るけどもね、まあ時すでに落とすと、まあ、楽天はねこの試合唯一あるとしたら、まあ、もちろんね7回あれもうちょっと 2,3 点欲しかったなっていうところもあるし、この5回ぐらいね住谷ライト前で辰巳のね、野口エラーで、ノーアウト1塁出て、ここでねまあ伊藤、山崎、小深田とねアウトになって得点できなくて、ここでね得点できてたらねっていうところはあるから、まあ、どうなるで、まあ、4対0だからバントっていうわけにもいかないか、5回、ねまあ、結果論としてね1点も取れないんだったらバントして、でバントしたらね4点もあるから、ね、オリックスは後ろに守るから内野ゴロでも1点、しかし4対1じゃどうなんやっていうところもあるしね、まあ、この5回の裏にねランナー2人出て得点できなかったっていうところがちょっと流れ的には痛かったな。そこでやっぱり得点ねしきれず、まあ、この2試合でねヒット11本だからねちょっと楽天はこれも辛抱だね。いろいろね石井監督も打順ねいろいろ組み替えたりとか上がってきた西川1番上げたりとかいろんなね試行錯誤してるだけどもうまく回っていかないっていうね。で、まあ、今度阿部がね登録抹消になって、まあ、黒川とねで、まあ、ここからまたどうなっていくのかっていうところもあるし、そろそろね鈴木大地かな頑張る要素が出てくるのかなっていうところはあるけどもね、まあ、ここからどういう展開になってくるのか、はたまた茂木がね活性化していくのかっていうね、ところはあるけどもね、まあ、オリックスはね本当にもうどこからでも点が入って一発も出るしね、この、育成からね試合間になった茶のね1番3割4分2で2番の太田もねこのセカンドねやっと固定できるぐらいのね感じで戦ってこれて、でクリッドアップドンってきてね、で若月の活躍っていうところはね非常にいい形で、この試合もね若月が4打数1安打でね1本ヒット打ってねこの下位打線の活性化もできてるし、オリックスとしてはねピッチャーが抑えて欲しい時に点を取る最高のね勝ち方だったかなと思います。結果2勝でオリックスの勝ち越しでした。続いてソフトバンク対日本ハム、11日4対3ソフトバンクのサヨナラ勝ち、そして12日5対2でソフトバンクの2連勝という形になりましたけどね、まあ、11日ね4対3ソフトバンクのサヨナラ勝ち、まあ、この試合はねもうなんて言っても1番シュートの大活躍、3打数2安打1フォアボール3出塁でなんと3盗塁ないですね。でその中で、まあ、近藤、柳田、栗原ね、で栗原4打数2安打3打点と、まあ、ヒットはね正直この試合1番から4番のみなのよ。でチームで6本しかヒット打ってないし、でこの日はねソフトバンクは、まあ、石川先発で日本ハムはもうリリーフデーっていうところでね池田、北山、鈴木でメネズ、宮西、田中、石川、ロドリゲスと、まあ、非常にね、まあ、踏ん張った試合展開だったかなと、まあ、その中でねソフトバンクは3回裏ね2アウトからシュートフォアボール、2アウトだからね2アウトからシュートフォアボールだから、この池田にとったこのフォアボール痛かったね。だってもうシュートはフォアボール出したら実質ツーベースになっちゃうからね、まあ、みんな出したくて出してるわけじゃないけど正直もうど真ん中でもいいのよ、まあ、ホームラン打つかも分かんないよ、打つかも分かんないけどもね確率は低い、フォアボール出すよりど真ん中でもやっぱ勝負していかなきゃいけない。だから俺も現役の時ホンダとかねソフトバンクだったら出たらもうどんどん走っていくからね、もうフォアボール出すぐらいだったら打たれた方がいいから、だって打ったって3割打たないんだからね、そしたらもう打っても3割ねただもう勝負していく、ここもね大事になってくる。でこのフォアボール出して、でそこでねしかも初球から走るこのシュートのね良さねで走って、できっちり近藤がライトにタイムリーヒットで柳田フォアボールで次ね栗原がタイムリーヒットをここで北山に変わるんだけどもね、ここでしっかりね2点取ってくるっていうソフトバンクの強さよ。でもハムからしたらこの2四球でね絡み2失点、しかも2アウトから、これ非常にね、痛かったね。でも日本ハムね、4回表、こっちも2アウトから、ね、野村フォアボール、全く一緒の展開。これもね、石川としたら、ここはやっぱりダメだよね。で、その後万波が高めのね、パーカーブ浮いてきたところを振り抜いてね、同点ツーランホームラン、万波、グッてね、これ同点になって、いや、わかんないぞって思ってきてね、これどっちが点取るんやと思ったら次ね、また5回裏、ね、2アウトから、ね、近藤柳田連続フォアボール、またフォアボール。そしてピッチャーね、北山から鈴木に代わって栗原がね、カーブちょっと泳ぎながらね、ライト線タイムリーツーベースで1点っていうね、これもまたフォアボール、ここも痛いね、日本ハムからすると。でもよ、8回もむこね、ソフトバンクは石川が5回投げて、ここからね、今年のソフトバンクの象徴の強さでもある補強もしてね、で怪我人も帰ってきて最強のリリーバー陣揃えてね、又吉、松本、モイネのオスナとね切り抜けようとした時に8回ね、オスナ今日ね、この日復帰戦ね、WBC 行って、ね、しっかり調整してで復帰した時に、でも俺見てた日刊スポーツの評論だったから、まっすぐも変化球も全く切れなかった。いや、これちょっと怪しいぞって思ったらね、先頭松本がレフトへツーベースで、清宮がね一発回答でセンターへタイムリーツーベース、同点になってノーアウト2塁。こっからね、この野村、万波、上川端でね点取れればよかったけど、まあよくモイネルもね踏ん張ったけどね、この野村の三振痛かったね。もう追い込まれたら最悪ね、右打ちでもねいいからね勝ちでいくっていうところの、これまあよく踏ん張ったけどね。で、10回裏ね、ピッチャーロドリゲス先頭シュート、センターバーヒット走るよっていうところでね、盗塁成功して、で今度一塁空いてるから軽減、柳田がセンター前タイムリーヒット打って満塁になって、最後栗原がね、犠牲フライで、サヨナラなるわけだけどもね、まあやっぱり日本はねフォアボールからの失点っていうところが痛かったなっていうところもあるし、でも俺はね、その中でね、このね、矢沢、ね、ライト、初回、近藤のセンターフライよ。見れる人いたら見て、センターフライよ。センター取った時、矢沢も後ろいたからね、バックアップ。ね。で、あとは、周東が盗塁したところ、これ、あれ何回だったかな ?10 回かな、盗塁したところで、ね、宇佐美のがワンパンになって、上カバー取れなくて後ろ行くんだけども、セカンド7番、すぐ取ってた。カバーグッて矢沢グッて、俺はもうああいうのが好きよ、まあ、カバーマニアとしたら。でもああいうことをねきっちりやっていくと、必ず土壇場でねすごい大事なところでミスをねカバーすることにもなるし、それがねいろんな野球選手としてのいろんなところの深み出すからね、こういうのはね続けていってもらいたいね。非常にねベースカバー、カバーリングはすごく素晴らしく良かったと思います。でソフトバンクはね一時同点に追いつかれるけども、オスナの後つぼりいるからね、でその後バンドとかもいるわけでしょ、まだ加山も投げてないわけでしょ。この厚みね、リリーフ陣のこれはやっぱりね、今年やっぱ俺が優勝予想で押すところのね厚みだね。モイネロがこれ状態上がってきたら本当に無双状態、しかも誰かを休ましても後ろの方程式のクオリティが変わらないっていうね、ローテーション休ませながらローテーションで下手したら2枚ね方程式作れるぐらいの選手層の厚さっていうところはね非常に怖い存在かなっていうね。で12日5対2でソフトバンクの勝利っていうところでね、この日、まあ、両チームでいうとね、やはり日本ハムは前日、リリーフで。でソフトバンクも6回から勝利の方程式使って、延長10回までいった。で今日の先発が、ね、伊藤大海と、東浜、やはり両チームね長いイニング投げてほしい。その長いイニングの中でどこまでねいいピッチングをしてくれるかっていうところがね注目だったこの試合。ソフトバンク先発東浜、7回100球8安打4三振1四球1失点と、まあね先ほど言ったように実質ねリリーフ投入長いイニングが求められる中でね7回1失点は非常にねグッピッチね。で本人ね、今一つって言うけどもね、ランナー出すもね、打たれてね、フォアボール一つとね、で要所で低め、ストライク先行、でしかもね、これ2球でストライク取ったり確率が 87% と、ほぼほぼもうね、2ボールがないんだよ。2球で必ずストライクを取るっていうところが 87% でしっかり試合をまとめたっていうところでは良かったし、まあ、東山としては、ね、8安打打たれてるっていうところがね今一つ、まあ、大体ね絶好調ですみたいなやつはいないからね。でもその中で俺は本当に試合をまとめて要所で低めに制球もできたしストライク先行でできたっていうところはね、持ち前のいいピッチング、自分のピッチングっていうのができたんじゃないのかなと。で日本ハム先発伊藤ね7回100球8安打4三振1四球1失点と、こちらもね、まあ、ね先ほど見ましたけどリリーフデーっていうところで長いイニング投げられる求める中ね、まあ、最後はちょっと力尽きたかなと。援護点さえね早めにあればもっと違う展開だったんじゃないのかなとね。でソフトバンクはね前日ね大暴れした栗原が打たなくてノーヒットでもしっかり5点取るっていうね、どっからでも点取れるぞっていうこの強さはね、素晴らしかったかなと。まあ、ソフトバンクね、2回、5番牧原がね、ライト前、中村フォアボールで今宮送りバントで、上林がね、このセカンドゴロで、三塁走者は牧原アウトになるけども、いやこれついえたかなっていうところでね、9番甲斐が2アウトからね、センター前タイムリーヒットで1点取って。でね、4回の表ね、万波のセンター前タイムリー、センターオーバー、ライトオーバーのタイムリーツーベースで同点にね、追いつかれるも、5回裏ね、2アウトから近藤がね、欲しいところでライトスタンドへホームラン。これはもう WBC で見た、あれ韓国戦だったかな、こういって欲しいなっていうところでね、近藤のホームラン、この2番の近藤のね、この厚み、打線の厚みを増せる、流れを止めない、非常にね、いい形。で、7回ダメ押しとなるね、ところでも先頭今宮がライトへツーベースヒット。で、この回ね、今宮、この回じゃない、この試合ね、350ギダ、ナイス、ね、難しい中で完璧に決めきるっていうね。で、この後8番ね、上林が送りバント、ここもね、ファースト、サードがチャージしてくるわけ、作戦で、そのチャージしてくる中ね、完璧に送りバントを決めたね、でしかも初球で上林、ナイスパン、これはうまかったね、結構プレッシャーかかったと思う、ね。でその後ね、ワンアウト三塁からね、甲斐がなんとかっていうところでね、セカンドゴロを打つけども、ね、三塁ランナー今宮が、3本間挟まれてホームでアウト、その間にね、甲斐がセカンドまで行って、で、ツーアウト二塁からシュートがね、レフトへタイムリーツーベース、ここもね、これまで3三振してるからね、引っ張りにかからないで反対方向をつけていくっていうところでね、コンパクトに振ったのがね、外野前進守備を引いてるね、裏に落とすっていうね。で、近藤がまたレフトへタイムリーツーベース。で、柳田がツーアウト二塁からセンターへタイムリーツーベースと、もうね、うつれの小槌のようにね、ツーベース連打。これがまさしくツーベースの連打の怖さですね。得点がどんどんうつれの小槌のように入っていく。しかもこの試合ね、柳田が今季初打点っていうね、今季初打点柳田が打点つかないのに、ここまでソフトバンクがしっかり勝ち切ってる、この今日の試合、特に象徴するように、どっから攻撃しても点取れる、ね、中軸から始まって下位打線得点、下位から上位へのつなげ、そして、中軸のホームラン一発っていうね、どんな展開でも点が取れるこのソフトバンクの強さっていうのは素晴らしかったなっていうところもあるしね。で、日本ハムはね、この日、クリーンナップが素晴らしかった。ね、この得点で言えば、ね、4回ね、清宮から始まってライト前ヒット、野村センターへのツーベース。ね、で、これね、ホーム、まあ、フェンス直撃がかかるね、ファーストから清宮、ホーム帰ってくるんだけども、センターからシュート、今宮、甲斐、タッチアウトっていうね、もうちょっとだけ、しかもあれはもう PayPay スタジアムのもう映像機器の素晴らしさね、360度カメラでね、トコ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 っつってね、アウトがはっきり見えたね、ああいうクオリティ全球場欲しいね。あれあったら審判の人も分かりやすいやろなっていうところもあるしね、見えなかったっていうのも、まあ、PayPay でももちろんあるかもしれないけどね、少なくなるんじゃないのかなっていうところでね、あの中継はね、非常に素晴らしかった。ね。で、まあ、その後ね、万波が、タイムリーツーベース打って1点取るしね、9回もね、先頭野村がね、フェンス直撃のツーベース打って、万波がね、センター前タイムリーヒットっていうところでね、この日もね、清宮、野村、万波でね、清宮4打数1安打、野村4打数3安打、で、万波4打数3安打になってるね、非常にいい活躍。だからね、見ててもね、前日の試合もそうだったけどね、清宮のモイネルから同点タイムリー打ったようにね、何か起こすんじゃないのかなっていうところをね、伸びしろ、結構感じるね。だからね、この清宮、野村、万波の前にどれだけランナー出すかっていうところが勝負だね。だからね、それこそ松本をね、2番に置いたりしてるけど、松本の状況がちょっとね、上がってこないっていうところで、ここがうまく活性化したらね、得点力はね、上がっていくし、投手陣ね、今パリーグ防御率3位ぐらいなんだけども、これね、エラーがね、エラーじゃなくてヒットになってて防御率が悪くなってるところあるから、もうちょっと守備がね、しっかりすれば2点台っていうところも見えてくるから、非常にね、まあ今状況はチームとしては苦しいかもわかんないけども、未来としてはそんなね、苦しくないような感じがするけど、これがどこまで続くかっていうところも勝負だしね。そういったところではね、この非常に伸びしろがある選手たちがね、頑張ってるところではね、負けてはいるけどね、光るものも見えるんじゃないのかなっていうところではね、前向きに捉えられるね、2連敗の中の内容はね、良かったんじゃないのかなと思います。しかし結果はね、2勝0敗でソフトバンクの勝ち越しでした。続いて、西武対ロッテ。こちらは3連戦。ね、11日8対3で西武。12日3対5でロッテ。そして13日が2対0で西武。西武の2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、11日ね、8対3で西武ね、西武先発ね、平良、6回104球、1安打8三振、4四球2失点と、まあ、初回ね、中村に、レフトへツーランホームランね、先制されるも、結局打たれたヒットはその1本のみっていうところでね、先発としては初勝利、ピッチ。ね。で、ロッテはね、この5連勝ね、の勢いでこのまま行くかと思ったけどね、初回ね2点取ってこの流れで、ね、平を打ち崩すかと思ったけども、まあ、ロッテ先発今はね4回3分の189、8安打5三振、2四球3失点と、まあ、立ち上がりねコントロールも良くて結構あいけるんじゃないのかなと思ったけどね、ちょっとねどんどん回を増すことにつれて変化球がマームに入って制球できなくなって、まあ、そこを痛打されるっていうところがね、まあ、痛かった中で西武はね4回から7回でね8点取るんだけども、もうね下位打線で中軸で下位から上位でっていうね、すべての流れでね、得点したっていうところはね、非常に大きかったからと。で、山川がね、抹消されて、ちょっとね、コンディション不良で抹消されて、不安打ち消すね、この打線のつながりっていうのは良かったかなと。4回はね、ワンアウトから吉田、ね、鈴木翔平、ショートに悩んだ。で、ここで盗塁。ね、で、ツーアウトになるけども、児玉がね、レフトでタイムリー、スリーベースっていうね。で、ここでね、ツーアウト三塁から1番愛斗を敬遠。ペイトン勝負でね、ペイトンセカンドゴロで打ち取られるっていうね、日本人を敬遠して外国人勝負、これはどうなのかっていうね、これ舐められてんじゃないのかっていうね、ところで、5回の裏ね、ワンアウトから中村がね、ヒット、で、牧野のね、タイムリーツーベースで2点目、で、同点に追いついてね、で、その後ね、ツーアウト1、2からまた古賀がね、タイムリーヒットで勝ち越す。で、6回、ね、で、1番から、ワンアウトからね、ペイトンライト前ヒット、ね、で、外崎の時にペイトン盗塁、先ほどのね、敬遠では打ち消すぜっていうね、走りも生きて、で、外崎ね、タイムリー、で、中村タイムリーでね、2点取って、で、7回、ね、ワンアウトから9番、児玉がね、センター前ヒット、で、愛斗がレフト前ヒットを打って、ペイトンが今度ライトスタンドへ、なめんじゃねえよっていうね、なめんじゃねえよ、スリーランホームラン、ペイトン。敬遠してんじゃねえよ、なめんじゃねえよっていうね、ヒットで盗塁、そしてホームランっていうね、完璧な試合展開で、8対3でね、西武が完勝っていうところでしたけどもね。まあ、この試合ね、ロッテ中村選手、正試合出場、おべえと。ね。で、ロッテはこの試合、3安打伸び。3安打伸びでよく3点取ったっていうね、ところでも、まあ、完敗っていうね、ところだし、本当にね、西武はね、いろんな流れから得点したっていうところは、非常にね、いい試合展開だったんじゃないでしょうか。で、12日ね、3対5でロッテの勝利っていうところで、ロッテ先発2勝ね、6回83球、5安打5三振、1四球3失点の、まあ最低限ね、試合を作ったなっていうね、で、まあ球数少なくね、コンビネーションで抑え切ったなっていうね、まあ本当にね、前の総チェックの時も言ったけども、もう爆発的な何か球があるわけじゃない、その中でコンビネーション、制球っていうところで勝負して、まっすぐカーブ、スライダー、フォーク、非常にね、しっかり投げ切ったんじゃないのかなと。フォアボール1個っていうところがね、3失点したけども、しっかりね、試合を作れたところ、だったんじゃないのかなと。ね、で西武先発、隅田ね、5回3分の2、109球、5安打3三振、4四球5失点と、多分勝ちたいから打たれたくないっていうね、思いが多分強いと思うんだよね。で、そこで慎重になる。で、4四四球っていうところになる。で、ここが痛いっていうね。で、この時にね、キャッチャー、もし俺だったらね、どうするかっていうと、ね、ストライク全部球する。全球ストライク投げろと。こっちが、もう配球はどうにかしてやると。だからお前はもう、全球ストライク投げろ。コースに投げると気にしなくていいんだ。全球ストライク投げろ。下手したら甘めでもいい。そこでも抑えれるようにこっちが考えてやるから、フォアボールとかね、絶対出すなっていうね、打たれてもいいからストライク投げろって言ってね、って俺だったら言うね。まあ過去ロッテでもそういう風に言ってきて、ね、古谷だったりとかね、聞けば一番よくわかるけども、ボール投げたら怒るっていうね、全球ストライク投げろ、その代わりどうにかしてやるぜっていうね、ところの気持ちっていうのもね、ピッチャーをちょっとね、相手の怖さからね、打たれたくないっていう怖さから目をそらすっていう部分ではね、そういう声かけも必要じゃないのかなっていうね、ところは、感じます。まあ、この日もね、ロッテはね、前日同様初回にね、山口のセンター犠牲フライで1点取って、よし今日は行くぞっていう中でね、1回のは外崎がね、同点のホームランを打って、またこれどうなるかはでどうなるか分かんない、隅田に勝たしたいね、12連敗ねしちゃったけども勝たしたいっていう中でね、3回ね、中村、山口連続フォアボール、これ痛かったよね。だからロッテはね、この四球がね、フォアボール絡めたところをね、チャンスね、逃さずね、連打でね、得点しきったっていうところもね、この試合良かったと思うんだよね、欲しいところで1本出たっていうね、でこれ、ノーアウト1、2からポランコがね、勝ち越しのタイムリーヒット、安田アウトになるけども、井上もね、タイムリーツーベースでね、3点取って。でその代わり4回裏ね、マキノンがタイムリー打って、ね、まだ4対2、これ分からない状況、まだね2点差っていう中でね、6回表、またねツーアウト1塁から安田、井上にね、フォアボール、前、その井上の時はね、本田に変わったけども、でその後ね、田村にも押し出しのフォアボールっていうね、1点。でその後ね、中村の、ね、バックスクリーンホームランですぐ取られてもすぐ取るって、西武もねいい形で取られてもすぐ取るって言ってんだけども、最後、ロッテのねリリーフ、このねペルドモ、沢村、増田とね、ロ西武もランナー出すけども、そこね、しっかりしのぎ切れられて、まあこれはちょっと接戦、勝ちきれなかったかなっていう。西武もね、いい野球したんだけどね、捉えたら取り返すっていうね。でもこの4回表のね、フォアボールでね、出したランナーをロッテにね、ポランコ、そしてその後ね、井上のタイムリーで3点取られたのが結局痛かったからと。だから隅田には本当にもう一回一言、ボールは投げんな、ストライクで勝負しろ、あとはキャッチャーにどうにかしてもらい、その代わりキャッチャーの負担は大きいぞ、頑張れ西武の星に、隅田に勝たしてやりなさい、はい、っていう試合のね、展開で12-1っていうね。なぜなら波佐見高校の時から里崎は背番号11番甲子園で投げてる時から、俺はこの選手絶対いいと思うけどドラフト下位で取った方がいいって言ってて、で志望届出してないからね、第一工業大学から行って4年後プレーに入るっていうね、里崎の見る目は間違ってなかったっていうところをね、やっぱ応援してますっていうところはあるんでね、かけながらでもダメなところはダメと切っていきますよ、はいね。で続いて今日の試合ね、4月13日ね、慶応大宮球場ね、2-0で西武の勝ちっていうところでね、西武今井ノーヒットノーランまでもう少しね、もう少し惜しかったね。全体的にはね、9回138球、2安打11三振、3四球2デッドボール無失点とね、ちょっとねフォアボール出したけどもね、非常にダイナミックでね、ストレートの切れ味も良かったし、変化球も腕振れてたしね、粘り強いピッチングできた試合とか、その中でね、3回裏、西武はね、9番児玉ライト前ヒットで、相手が送りバンドを決めてペイトン内野安打で、外崎がねセンター前タイムリーヒットで、中村のショートゴロね、藤岡がエラー、あれ藤岡止めんなきゃね、ダブルプレーいけたよっていうね。でここしっかりね2点取って、まあ、その後はねこの今井のね好投で逃げ切ったっていうところになるし、ロッテね先発命令センス5回3分の279球、6安打1三振2四球2失点と、大体ねジャイアンツの時からね6回ぐらいになったらちょっと怪しくなるね。まあ、ここら辺はまあリリーフも含めてね、いい感じで投げさせていけるようにね、ベンチワークっていうところがね大事になってくるんじゃないでしょうか。だからロッテもねフォアボールでねランナー出てるけどもね、3回ね平沢ダブルプレーっていうところもあるしね。で、5回もね山口がデッドボールで出るけども、佐藤がね 4-6-3 ダブルプレーっていうところもあるしね。で7回もね先頭浮上が出るけども、中村ね 5-4-3 ダブルプレーっていうところもあるし、まあねこのランナー出すけども、あとねダブルプレーでしっかりね打ち取ったっていうところもね、今井も非常に粘り強かったしね、ロッテとしては2安打だからね打つ手なしっていうところですね、今井グッピチということで、西武の2勝1敗で勝ち越しでした。続いてセ・リーグ、巨人対阪神、伝統の一戦。11日7-1でジャイアンツ、そして12日1-2で阪神、そして13日1-4で阪神、結果阪神の2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、11日ね7-1で巨人っていうところで、巨人先発投稿ね7回87球3安打5三振無四球無失点と、まあ、ストレートは抜群に切れてどんどん投げていって、そこからフォークスライダーでしょ、もう立ち打ちできないグッピッチ。とにかくこの試合はねストレートはねめちゃくちゃ良かったね。阪神先発ね、西勇輝ね、6回3分の2、97球、6安打4三振、西球1デッドボール3失点と。いや俺、見てるって思ったほど悪くないと思うけどね、いい感じで投げてたと思うけど、どうなんだろう、ひょっとしたらキレがないのかなっていうね、バッターから見るとね、いうような感じで、見てる感じはそんなにね、悪いようには見えなかったんだけどね、その中で巨人はね、オコエが1番で5打数3安打2打点とね、躍動っていうところでね、初回、ね、先頭オコエがレフト前ヒット、これノイジーファンブル、バッと、これ痛かったね。セカンド進塁して、丸がねショートゴロ、その間に三塁行って梶谷のレフトでね先制タイムリーヒットっていうところもあるし、で1-0でねずっと進んで、ここね西も踏ん張るんだけどね、で7回裏ねワンアウトから坂本フォアボールだから、ここも結局フォアボール痛かったよね。で大城がねライト前ヒットで、吉川がデッドボールで、ワンアウト満塁から長野がファーストゴロね、ゴロでツーアウトになるけども、でツーアウト満塁からオコエがライトへタイムリーヒットでね、しっかり2点を取り切るっていうね、これ大きかったね、お声よかったね。で8回はね、中田そして大城のねホームラン構成で7-1でねダメ押しっていうところでね、まあ、中田のホームランねインコース結構ねめちゃくちゃいい球だったけどね、浜地ねでそれをね畳んでレフトスタンドだから、まあ、浜地もね抹消されたけど、ちょっとストレートのね勢いっていうのが昨年に比べたらちょっとないのかなっていうね。で阪神はねもう5安打ね8回の表にね、なんとか中野のねセンター前タイムリーヒットで1点取るのみっていうところでね、ちょっと映ってなかったなと。この日はやっぱりねお声の素晴らしい活躍、現役ドラフトも頑張ってるねっていうね、ところでは非常にねいい勝ち方だったかなと思います。で12日の試合はねこれ1-2で、阪神の勝ちっていうところでね、まあ、この日はね村上がね7回84球、無安打5三振無四球完全試合ね、続けてて、7回で降板したっていうね、その後石井がね、岡本にホームランを打たれるんだけどもね、この試合の解説はですね、別動画で撮ってますので、そこね、ぜひ見てください。簡潔に言うとね、10回で、ね、高梨のね、インコースのツーシームをね、近本がよくコンパクトに振ってね、1点取ってよく勝ったなっていうね、これ勝ったからいろんなところでいいっていうわけで、負けたら大変なことになったなっていうね、でもそれを勝ち切るっていうところがすごい。だからこの試合で、両チームね、阪神4安打、巨人2安打しか打ってないからね、それなかなか難しかったなと。メンデスいいピッチングしたけど、なんかちょっと怪我してね、長期離脱ってなったから、今後ね、先発どうしていくのかなっていうところはあるけどもね、非常にそこら辺はちょっと心配かなっていうね。でもこの試合はね、村上素晴らしいグッピッチ、スパイラルグーパー、内野から優勢、この試合は全て完璧、グッドです。ナイスピッチャーね。で、13日の試合1対4でね、阪神の勝利ということになりましたけども、で13日ね、4対1で阪神の勝利というところで、この試合ね、先発西勝ち投手っていうね、西純也ね、6回90球9安打5三振1四球1失点と、非常にね、高低うまく使いながらストレート投げてフォークしっかり落として、サイドにねスライダー投げていく、でツーシームも投げるっていうね、両コースで上下っていうところは非常にねうまく使って、抑えたんじゃないのかなというね、粘り強くね抑えたなっていうところは、あるかなと。ヒットを打たれながらもね、最後1本を打たせなかったっていうところでは非常にね、粘りの投球できたんじゃないのかなと。で巨人先発ね、横川5回78球6安打2三振1四球4失点と、こちらはね、配球内容としてちょっと変化球が多いのかなと、このねカットボールっていうところがね、多分生命線のところだと思うんだよね、投球内容を見てるとね。でもその生命線にちょっと偏りすぎてね、もうちょっとまっすぐを右バッター左バッター関係なく、内外関係なく、もうちょっとストレートを使いながら、よりねそのいい変化球を生かすっていう風にした方が、もっとね幅が広がって、もっと深くね投球バリエーションっていうところができると思うから、ちょっとね見てて気になったのは、全体的にねその変化球、カットボール含めて多いかなと。でその中でね、2回表ね、ノイジーがレフトへねホームランっていうところで、ねカーブ、ここでねそれをうまくね救われたなっていうね。2回の表ね、でもすぐ巨人もね、大城レフトへツーベースで、ブリーソンレフト前ヒットでノーアウト一・三塁から門脇のねライトへ同点タイムリーヒットでね同点になるけどもね、このファーストランナーブリンソンが三塁でアウトっていうね、阪神、ライトね板山ナイススロー、ちょっとでもそれってたらセーフ、完璧なアウト。でも結局俺は巨人の敗戦のキーポイントはこのブリンソンのサードのアウトだと思う。だからこれはね、板山がねこの勝利ね、貢献一番ポイント高いと思う、この試合。板山グッナイス。これもし仮によ、もし取れててセーフになってたらまた話ももっと大きく変わるけども、ノーアウトだから、そこセカンド止まってたら横が送りバンドなわけでしょ。でオコエね、そして吉川っていうところでねチャンスメイクになって、こう逆転はね多分だよ、できてると思うの流れから。それはね同点で終わったっていうところがね、ちょっと流れ上悪かったね。で4回表ね、渡辺ね直球破壊王子がねカットボール引っ張り込んでねホームランっていうところになるけどもね、佐渡輝がね打てないからね、渡辺がねコロナなんとか措置ね、それで1軍帰ってきてね、これもねカットボール4球連続で続けるわけで、2ボール1ストライクからそれ引っ張り込まれるんだけど、多分もう渡辺的にはまっすぐだと思って引っ張り込んでんだよね。ここでねこのまっすぐとカットのこのコンビネーションで緩急つけるとか、変化球で緩急つけるとかもね、だからあってもよかったけども、俺はもっとまっすぐねここも使ってほしかったなっていうところがあるよね。5回表阪神はね板山木浪の連続ヒットで、西がね送りバント、この西の送りバントもかったグッバントね。でそこから近本ねライトより犠牲フライね。で中野の時に、横川がね、ワイルドピッチ、これはね大城止めれない。難しい、止めなきゃいけないよ、止めなきゃいけないけども、そんな簡単じゃない、ワンパンは正直ねっていうぐらいの形でした。この時のね近本の犠牲フライね、この左バッターもインコースもっと変化球じゃなくてねストレート使った方がいいのにと俺は思ったのでね、変化球多かったから使ったんだよね。投げきれないで逆球いったんだよね。でそれ犠牲フライだから、横がそこはしっかり投げ切らなきゃね。だから逆に言ったら大城もその投げきれないからちょっとね変化球に頼りがちっていうところもあるけども、次の横川のレベルアップを考えたらやっぱりね両コースにストレート、右左関係なく、これをしっかり投げながらの変化球っていうところがね、できればね、さらに深みのある投球できると思うんで、もうちょっとね、いい形になるんじゃないのかなと。で、巨人はね、この試合12安打、阪神は7安打で4得点、めちゃくちゃ効率いい。巨人12安打でね、1得点。しかも、ピッチャーの横川以外、先発全員安打なんだよね。だから誰かが打ってないわけじゃないから、この打線の組み替えっていうのもちょっと違うんだよね。みんな打ってるから、最後の1本打てないだけだからね。だからもうこれはもう我慢だね。どう噛み合わせがうまくいくかっていうところの我慢。で、この日もね、門脇先発だけど途中から出た坂本もセンター前ヒットを打ってるしね。この我慢をどういくかね。誰かが打ってなかったりしたら打球入れ替えとかしたらね、いい、このつながりできるけどね。まあ、ここはちょっと我慢かなと。まあ、でも結局ね、阪神が2勝1敗の勝ち越しでした。続いて、ヤクルト対 DNA。11日6対3でヤクルト。12日1対6で DNA。結果1勝1敗の五分っていう形になりましたけども、まあ、これね、ちょっと結果から言うと山田がね、足、ハムストリングやっちゃってね、ちょっと、登録抹消ということでは、ちょっとヤクルトね、ちょっと嫌な状況のね、流れになってしまいましたけど、明日以降ね、どうなってくるかっていうところはありますけどね、11日ね、6対3でヤクルトっていうところで、ヤクルト先発サイスニードね、5回3分の2、94球、7安打5三振、無四球2失点と、ね、制球、本当に安定してて、ストレートは力強くて、変化球は低めに決まって、コースにも投げられる。こうなるときつい。角度もあるし。ちょっとサイスリード、今年出だしめっちゃ調子いいね。去年は本当に高めのストレート、低めの変化球みたいなところだったけど、最近ね、まあもちろん高めのストレートと低めの変化球っていうところがこの投球割合バランスなんだけど、低めにもね、変化球が決まってきてるんだよね。そうなってくるとね、結構バッターとしては対応ね、しづらくなってくるんじゃないのかなっていうね。で、DNA 先発ね、浜口、4回82球、7安打3三振、4四球6失点と、まあ逆にね、サイスリードとは逆に、制球が安定せず、フォアボール絡みで失点していくっていうね、嫌な流れ。まあこのね、初回のね、ヤクルトはね、この2アウトから山田がライトへツーベース、で、村上がね、右中間へ先制のツーランホームラン。で、これで終わらないんでね、続いて2アウトランナーなしからオスナがレフトへツーベース。で、中村悠平がレフト前タイムリーヒット。この中村悠平のレフト前タイムリーヒットでかかったんだけども、ショート林がね、深追いしていくんだよね。多分風もあったかな。だから、深追いしていって、レフト佐野の前にポトリと落ちて、これがタイムリーになるんだけど、どうなんだろう、レフト佐野取れへんかった俺は取れると思うんだよね。レフト佐野が積極的に来てたら、まあ、林がね、深追いしすぎだっていうところもかなりあるけども、あそこはレフト佐野が OK ってね、あいがれって言ってね、来てほしかったなっていうところはあるね。でもね、2回の表にね、コアラがセンター、左中間にね、ホームランを打って、反撃かっていうところでね、2回の裏にね、ワンアウトからサイスニードセンター前ヒット、サイスニードに打たれちゃダメだよ、浜口ね。で、浜田がレフトへツーベース。で、ワンアウト2、3塁になって、サンタのフォアボールで、山田がね、ショートゴロの間に、この1点を挙げるっていうね、このダブルプレイ崩れっていうところでね、まあ山田もね、ほんと盗塁も多かったしね、元気にやってたけどね、足が来たっていうね、ここがね、怖いとこだよね。元気に動いてたら怪我するっていうね。ところでも動いてた方が絶対いいしね。まあ、難しいね。今年はトリプルスリーいけるんじゃないのかっていうところでね、この怪我はちょっと痛かったね。でもこの2回裏のね、1点は大きかった。で、5回裏ね、こう山田レフト前ヒット、で、村上フォアボール、オスナフォアボールで満塁作って、中村のね、内野ゴロの間に行って、で、また内山フォアボール。で、こう長岡がね、押し出しっていうところでね、浜口、上茶谷でね、このイニング、1、2、3、4つのフォアボールで2失点。これでもうゲームセット。で、6対3。その後ね、6回表にね、桑原の犠牲フライ。9回表にね、太田のね、バックスクリーンのホームランね、打つけども、ちょっとね、DNA 的には完敗。やっぱりフォアボール絡みがちょっと痛かった。ね、6対3でヤクルトの勝ち。で、12日はね、1対6で、DNA の勝利という形になりましたけど、DNA 先発東ね、6回96球、5安打3三振、無四球1失点と、右バッターにはまっすぐツーシーム、カーブ、スライダー、チェンジアップが主で、左バッターにはまっすぐスライダーっていうところが主でね、制球安定して非常にコンビネーション的にね、グッピッチ。ね、ヤクルト先発高橋奎二ね、5回83球、7安打2三振、3四球1四、デッドボール、2失点と、曲がり玉ね、スライダー、カーブっていうところが、ちょっと制球安定せずね、苦しい投球になって、特に右バッターにはね、まっすぐチェンジアップがね、主だったけども、これまっすぐチェンジアップはね、非常にグッピッチ。ね、で、まあ、4四時球もね、あって、ちょっと苦しくて三振取れないっていうところはあったけど、まあ、その中で5回2失点だからね、それは責められない。この、悪かったと思うの、状態的には。でも悪かった中でも試合作ってるっていうところではね、非常に良かったんじゃないのかなと。でもこの試合のね、DNA はね、キャッチャー山本、3打数3安打1打点、グッピチ。ね。で、牧にも今季1号が出て、でね、宮崎が4号で非常に状態いいと。でね、この7回表、すべてはね、この7回、裏だ7回裏のねエスコバーの踏ん張りっていうところがねこの試合をねしっかり勝ち切ったところかなと思うけどね、まあ、ちょっとね前半から流れ見ていくと、初回にね、ヤクルトがね2番サンタナにして不調のきっかけでっていうところでねセカンドへ楽勝なのにね気迫のヘッドスライディング、ちょっと興奮したと思うの自分打ってねでこの勢いを見てたし、その後ね山田のタイムリーでね、ヒットでね全力で帰ってくるっていうところではねサンタナにも流れ来てんじゃないのかなっていうね高津監督の2番サンタナにしてのねちょっと上昇気流に乗せようっていうねこの判断も得たしねサンタナの勢いっていうところを見たし村上のヒットでねこれは前日の流れ組んでいい形で来てるなっていうところでね、3回表に佐野デッドボール、林三振ねでここで佐野盗塁失敗でダブルプレー三振ゲッツーでね、チャンスをついえたかと思ったらね、宮崎セカンドへの内野安打ねで牧が左中間へねツーランホームランこれもよアウトコース高めの見逃したボール球よそれをね引っ張り込んでねセンター左バックスクリーン横にねホームランっていうねこれはもう牧グッパッティ、普通だったらファウルになるあれ。でこれをファウルにさせないでね打ったっていうところはすごかったけどもここで DNA がね2点取ったのも大きかったしで6回表にもね、ワンアウト1塁から山本の時関根がね盗塁関根の躍動ねでライト前タイムリースリーベースでねこれはもう絶対外野の球なんて超えない台だろうっていうね若干ね山本をなめたねこの全身がね頭を越したっていうねところでスリーベースで1点取ってで7回にもねワンアウトから宮崎のねレフトスタンドでホームランで8回にはね、ワンアウトからまた山本がライト前ヒットを打って、ね、で強打アウトになるけども、佐野、楠本でね連続ヒットでタイムリーでね6点取ったっていうね14安打で6得点完璧な試合展開山本の下位打線で3打数3安打でしたって完璧なバッティング。で先ほど言ったようにね4対1の状況で、7回裏、ねオスナセンター前ヒット中村ピッチャーゴロこれねゲッツーと思って投げたら牧がねパパンパパンって言ってねあれちょっと補給してなかったねさすがにこの補給しないとアウトにならないからねあれ握り替え補給してからの握り替えじゃなくてもう当ててるね二遊間って当ててゲッツーだから当てて落としちゃうと補給にならないからねでノーアウト1塁になってねでピッチャー三島に代わって内山フォアボールで満塁になってノーアウトでここでエスカバー出てきて長岡のねこのダブルプレー123、ね、しかも下から投げれるところでよかったけどこれねまあ厳しいよエスコバーだからねでも初球から打つボールかっていうねインコースほぼほぼボールだったからねまあ、真っすぐ1位の3でいったけどもう全然ボールだったから。あれを初球から振ったのはちょっと厳しいね、長岡もね。で、その後カバーとね、フルカウントになってからアウトローのまっすぐズバッと三振でね、エスコバよく踏ん張ったなっていうところと、長岡がね、初球をね、クソボールをピッチャーゴロ、あれはちょっともったいなかったなっていうね、ところではしっかりね、DNA の干渉っていう形のね、エスコバの好リリーフっていうところが光ったかなと。あと山本のね、大活躍っていうね。で、まあ結果、1勝1敗で五分でした。続いて中日対広島、11日1対4で広島12日5対2で中日1勝1敗の五分っていう形でね、12日はね、先に2点しか取ってないところをね5点しっかり取ってね勝ち切ったのは中日大きかったんじゃないでしょうか。ね、で11日の試合は、ね、1対4で広島先発九里ね8回97球4安打7三振1四球無失点と非常にねコースそして低め制球力ね抜群でグッピッチ九里のねいい頃のピッチングがね戻ってきたかなっていうねしかも8回97球だから非常に球数も少なかったし打たせて取るっていうね、ピッチングが非常にできたんじゃないのかなと。でドラゴンズはね、まあ、このね九里の球数が証明しているようにね非常に積極的に打ちに行ってたんだよ。でもこれね積極的に打ちに行くのは俺すごいいいことだと思う。それで結果的にね球数が少なくなって長いイニング投げられたとしてもこれはもう別にね仕方ないね積極と淡泊は同じ同義語だから俺の中ではね俺はそれ良かったと思うんだけども俺がこれ試合見てみて思うのが積極的に打ちに行くのはいいんだけども各打者が狙い球を絞って打ちに行ってるようには見えないんだよね。なんか何でも初球から振っていってるように見えてこういう九里のような変化球を対応して打たせて取るピッチャーに対しては非常に楽で仕方ないのよ何でも振ってくると。だからもうちょっと俺は積極的に打ちに行ってもいいんだけどももうちょっと絞ってこの球打ちに行こうとかこういうコースだったら打ちに行こうとかしてなんか自分のこのバッティングができる初球から打ちに行く中でそういうのをねちょっとやってほしいなっていうところは見てて思ったね。で広島はね4回表3番ね秋山が先頭でショートで内野安打ここでね龍空が1塁へね好投悪送球ねでノーアウト2塁になってマクブルームね、ライトで先制タイムリーツーベースで、西川がねレフトでタイムリーヒットを打って2点取るっていうね、このミスからね積極的に打ちに行くだけで球数を減らして何でも振ってピッチャーを乗せる相手ので、守備面では、ミスから先制にして本当にね嫌な流れで、9回表にもねここまでね、ピッチャー陣も踏ん張ったけどね、2アウトから、菊池がレフト前ヒットで飲まない安打で、秋山はね2アウト1、2からタイムリースリーベースで2点を取って、4対0、9回裏ねビシエドのノーアウト満塁からねダブルプレーの間にね1点、取るけどもね、ジエンドっていう形になったけどもね、だからそういったところがねちょっと見えるっていうところと、このね9回もねビシエド栗林からねノーアウト満塁からダブルプレーになるんだけども、初球から打ちに行って詰まってダブルプレーってちょっとって思っちゃうんですよね。そこら辺はねもうちょっと絞って打っていってもらいたいなっていうところはあるしね、あと中日先発ね柳、これねちょっと大野がねクリーニング手術で抹消することになってね、登板間隔をね縮めて6回95球7安打6三振2四球2失点とね、この4回の2失点のみで好投したっていうことを考えるとね、これはもう責められないよね。そのピッチャーのねローテーションも詰めて急遽ね先発した中でのねこの結果っていうのは責められないし、ちょっと打線がね狙い玉絞ってるようには見えない、何でもかんでも食っているように見えたのがねちょっと気がかりだったかなと。で12日の試合ね5対2で中日の勝ちっていうところでね、中日はなんとねビシエドが抹消っていうね、これはもう9回のノーアウト満塁からのどん詰まりのダブルプレーで激励に触れたかっていうね、よくわかんないよ、これは俺妄想勝手に言ってるだけ、ね、でこれでねどうなるかと思ったけども、その代わりのアキーノ、アルマンテ2人がホームランで躍動っていうね、効果出たかみたいなね、感じで、この試合はね広島はね先発遠藤5回3分の1。93球7安打3三振1四球3失点で、中日先発福谷3回3分の261球3安打4三振1四球2失点という形になるけどもね、ここもね広島がね4回表にね菊池、野間の連続ヒットで秋山のフォアボールでノーアウト満塁からねマクブルームアウトになるけども、西川がねちょこんと当てたやつでレフト前タイムリーで2点取って、いやこれカープと2連勝か、カード勝ち越しかなっていうようなね感じになったけど、やっぱり一番大きかったのはねこの4回裏にねすぐ1点取れたことね、先頭細川がセンター前ヒットで福永三振取るけども木下のライト前、この木下のライト前がめっちゃ良かった。このね木下がライト前打ってねファーストランの細川が3塁まで行くんだよね、この1、3塁をね作れたのが大きかったからね、木下のヒットっていうのはめちゃくちゃこの試合がねキーポイントになったと思う。でその後ね龍谷がしっかりねレフトへ犠牲フライ、これ1点取れたのはね、しかも5、6、7、8で1点取れたのはね非常にこの試合大きかった。でその後ね6回にアルモンテがねライトスタンドへプロスピの確定ホームランのようなねホームランを打って、でそこで終わらないで細川がねレフトへツーベースで福永送りバントを決めてね、ピッチャー遠藤からアドアに代わって木下がねライトへタイムリーヒットで、その後ね龍空はアウトになるけども代打アキーノがね左中間へツーランホームランっていうね4点取ってビッグゲームグッパティね、これでねジエンドっていうね。で広島はねこの日4安打っていうところでね4回ね先制したけども追撃できずっていうね、これは完敗かなっていうね。でね広島あとはね若干サイド組になったのかな昔に比べるとね、でもなんかただ4日投げてるだけでボールにキレとか勢いとかなんかねどこでやってるとか全く感じなかったんだよね、厳しいからするともうちょっとなんか物足りないねアドアのピッチングはね、そこは次回ね登板には期待したいなっていうところはあるけどね。でね中日先発福谷ね3回3分の261球3安打4三振1四球2失点で変えられちゃうんだけども、4回ね2失点したことによって2アウト1、2からね須田に田中康介の時変わってね須田がその反撃ね打ち取るんだけどね、いや俺は見ててねそんな悪い感じしなかったよ、福谷失点したけどね、だから多分信頼度とか信用度の問題かな、ベンチからね俺は決してね悪いようには見えなかったからね、なんかその5番手6番手のローテーションピッチャーだったら俺は福谷いいんじゃないのかなっていう感じで見るけどね、多分ベンチとかの信頼度は相当低いんじゃないのかなっていう感じはね、なんか起用法を見てて思うけど、ねこれに懲りずねいいピッチングを期待してね頑張ってもらいたいなと、思いますね。でも結局ねそのアキーノアルモンテがね打ったっていうところでは非常に中日打線としてはねいい傾向だし、そのね早めに福谷変わったけどね、その後砂田、祖父江、勝野、清水、田島、マルティネスとね、勝野がヒット1本打たれただけでねしっかり粘りきれたっていうのはね非常にリリーフ陣のね、頑張りっていうところもあるしね、非常に試合展開もね試合内容も非常に良かったんじゃないのかなっていうね。で結果ね1勝1敗の五分でした。はい、ということで、佐々木の総チェック金曜日おしまいですね。久しぶりですけどね、申し送り事項をちょっとやっておきましょうか。ね。それでは、各チームのファンの皆さん、申し送り事項いきましょう。ね。まずは、金曜日ね、DNA 対阪神ありますけども、阪神の皆さん、DNA は宮崎当たってるから、気をつけて、一発もあるよ。で、牧がね、今シーズン1号打ったからね、調子に乗ってくる可能性あるからね、気をつけて。で、何気にね、関ね、結構ね、ちょこちょこしてくるからね、そこね、非常に気をつけてね、舐めないでかかった方がいいですよ。DNA の皆さん、阪神、ね、若干下降気味ですけども、ね、打線、ちょっと浮いたり沈んだりっていうのはあるかもわかんないですけども、ノイジーと近本だから、この2人さ、抑えとったんで、なんとかなる。ね、頑張って。直球派対王子はね、直球系強いからね、引っ張り込まれちゃう。続いて、中日対巨人。巨人の皆さん、ドラゴンズ、ちょっと外国人が調子に乗ってくる可能性あるんで、秋のあるもんっての一発に警戒していこう。そんなね、俺の見立てよ。今まだそんなにね、完全に起きてるわけじゃないから、ね。連打とか、打率上げ時とかないから、一発だけ気をつけていこう。バンテリンドームだから、ね、一発だけ気をつけて。中日の皆さん、巨人ね、連打、ヒット出てるけど、勝負どころで一本出ない。だから、先頭をしっかり抑えて、ね、いけば、ね、最小失点に乗り切れるから、先頭、しっかり抑えていこう。広島対ヤクルト。広島の皆さん、ヤクルトね、まあ、ヤクルトファンには申し訳ないけど、山田選手と怪我していなくなった。ね、戦力そがれてるうちに、しっかりね、勝ち切っていこう。でもね、サンタナがね、ちょっと調子に乗って上がってくる可能性あるので、初戦ね、ちょっと気をつけて見ていこう。ヤクルトの皆さん、広島はね、結局秋山だから、秋山さえ全力で抑えとけばなんとかなるから、そこはね、全勢力で抑えていこう。パ・リーグ、日本ハム対西武。西武の皆さん、日本ハム、万波野村、清宮が、ちょっと結構上がり上司で来てるから、1、2番、誰が来るか分かんないよ。1、2番をね、とにかくランナー出さないように。そしたら、ね、そんな大量失点しないから、そこだけ気をつけて。日本ハムの皆さん、西武ね、山川とかいなくなって、落ちてくるかなと思いきや、ポイントはね、下位打線。下位打線ね、しっかり抑えとけば、そんな大量得点しないから、下位に打たれると上位に持ってこられるからね、下位を確実にしっかり抑えていこう。楽天対ソフトバンク。ソフトバンクの皆さん、楽天で今もう完全打線、寝てます。冬眠中。だから、起こさないように、トントントンって、今のうちにね、叩いていきましょう。ね。ゴールデンイーグルス。今、砂の中で寝てます。起こさないで、トントントンっていけるように頑張っていきましょう。楽天の皆さん、ソフトバンク、ちょっとね、どっからでも点取ってくるから、フォークがもう起きてて飛びまくってるからね。だからもうこれはね、先頭を出さないようにもうきっちりやっていくしかないから、そこら辺はね、もう打撃陣が起きるのもあと、なんとか頑張っていこう。守備、ね、ミスしないように。ロッテ対オリックス。オリックスの皆さん、ロッテね、藤原とか、平沢、若いやつ抑えとけば、なんとかなるから。あと、山口ね、今、当たったら怖いけど、今、扇風機状態で、どんどん来るけども、そんな当たってないから、ね、思い切って逃げないでいこう。ね、フォアボール出してたらビビって、フォアボール出してたらやられちゃうよ。ね、でも山口のアドバイス、それでいいんだよ。どんどん振っていこう。それが持ち味。そこでね、合わせに行ってたら、お前の持ち味消えるよ。今のままでいい。その中で結果出るように頑張れ。ロッテ皆さん、オリックス、ちょっとゴンザレスがね、起きてきてる。ゴンザレス。気をつけていこう。一発あるよ。バリバリのアストロズメジャーリーガー。ちょっと起きてくるとね、晩年になってきてるけどね、ちょっと要警戒。ここね、気をつけていこう。あと、若月が躍動してきてるからね。若月も何気に気をつけて、舐めたりいかれるよ。さあ、ということでね、申し送り事項も終わりましたし、総チェックも終わります。金、土、日ね、どんな試合になるのか、まだまだね、プロ野球始まったばっかりですね。楽しんでいきましょう。それでは、エンジョイベースボール。